指導要録とは、日本の学校において、幼児、児童、生徒、学生の学籍並びに、指導の過程及び結果の要約を記録し、その後の指導及び外部に対する、証明等に役立たせるための原場となるものである。学校教育法施行規則、第24条第1項により、各学校の校長はこれを作成しなければならない、旨が定められている。 その性質から教育過程と深く関わりを持っており、その様式等については学習指導要領の改定と、基を位置にして改定されてきた。指導要録は学籍に関する記録と指導に関する記録からなる。作成や保存などの取扱いについては、学校教育法施行規則第24条、第28条の定めるところによる。児童等が進学。 転校した際にはその写しを進学転校先の学校長に送付することとなっている。指導要力は外部への証明の原本であり、内申書は通常その写しとなっている。指導要力の様式の決定は、公立学校にあっては、教育委員会が行う。指導要力は1学年が複数回あることを想定して作られていないので、研究留置にした場合はもう1通新しい。 指導要録を作成し、前のものと併用する。学籍に関する記録には、次の項目を記述する。学籍に関する記録は、卒業後20年間保存する。公師によって多少異なるが、次のような項目を記述する。市町村の個人情報保護条例により開示請求を行ったところ、一部非開示とされたため、処分の取り消しを求めた訴訟において、 大阪高等裁判所、平成11年11月25日判決は、教師の主観的評価を含む、初見乱等の開示をしないことは許されないと判事した。ありがとうございます。